平井セレクトの山本です。本日ですね、ご紹介するルームツアーはこちらの建物になります。今回の物件ですね、土地の立地としましては57坪の敷地です。決して広くないご敷地になります。南側の道路と西側、そして北側の方ですね、ということで角地の物件になります。南西の角地と北西の角地の方がともに、敷地が隅切り取られているようなちょっと変形型の敷地になっておりますが、こちらの物件の紹介をね、詳しくさせていただければと思います。それではまずちょっと南側の方からですね、ご説明ご案内させていただきます。はい、まずですね、今回の物件の特徴としまして、やはり南向きの部分に全面 LDK をちょっと配置しております。今回外壁に関しましては2種類の素材を使わさせていただいてます。メーカーさんは日波さんというところの外壁を使わさせていただいております。アクセントになっております黒い部分の外壁がですね、こちら金属板サイディングというのを今回使っております。ネオスパンプレミアムという商品を今回採用しております。またですね、ちょっと色がベージュ色になっている外壁材があるんですが、こちらも同じく日波さんの外壁で、こちら厚みが16ミリのですね、グランスペック60というタイプのですね、外壁材を採用しております。大柄な柄になっているのが非常に特徴になっている商品となります。今回このツートンですね、色合いブラックとベージュの2色をうまく使って収めてあるコーディネートになっております。またですね、こういった庇のちょっと出てる部分、こちらも日波さんのですね、木目調のサイディング軒天の材料を使っております。今回57坪という敷地なんですが、お車はですね、普通乗用車2台と軽自動車が1台、合計ですね3台止めていただくことができる立地になっております。皆さん平屋イコール土地が100坪ぐらいないといけないんじゃないかという方も非常に多いと思いますが、今回のこちらの敷地に関しましては60坪も切れてるサイズでの平屋のご提案ということで、ぜひご参考にしていただきたいなと思います。それでは早速中の玄関の方からですね、ご案内させていただきます。では早速玄関の方に入っていきたいと思います。今回の玄関とホールのスペース合わせまして広さは 3.5 畳になっております。玄関付近に設置しております下駄箱に関しましては、カウンタースタイルという形ですね、一つのユニットがですね、80センチのボックスを3つつなげております。合わせてですね、2メートル40センチの幅のカウンタータイプの下駄箱になっておりますので、ご自身が飾りたいもの、ご家族の写真であるとか、こういったところに展示していただけると非常にいいかなと思います。また今回壁もですね、ワンポイントで色合いを少し変えております。このように一色ワンポイント変えるだけでもですね、お部屋の雰囲気って非常に変えやすいので、ぜひ皆さんもご検討してみてください。それでは続いてちょっと気になるリビングの方、早速入っていきたいと思います。今回ですね、この南側に配置しました LDK の広さは23畳というですね、本当にゆったり設けさせていただいた LDK になっております。特にですね、南に配置したこの2つの窓ですね、合わせるとですね、4メーター分の幅がある窓になっております。また通常ですね、2メートルのサッシが一般的な高さ、標準の高さになるんですが、今回はできるだけここ開放感を出したいということもありまして、窓が通常より20センチ高く作っております。今回は実はシャッターをつけておりません。防犯ガラスというものを採用しております。ガラスを割られて侵入されるという恐れが非常に怖い部分だとは思うんですが、今回はガラスをですね、強度にして、その分シャッターをなくしたという形の窓を今回設計には使わさせていただきました。さらに広さを感じるようになっているのが、実はこちらの方のリビング、勾配天井の吹き抜けに今回させていただいております。屋根の形状が今回切妻というですね、形の屋根になっているんですが、その屋根の上りに合わせてですね、天井も少し高くなるようにですね、しておりますので、より同じ23畳の空間でもさらに広さを感じる演出ができているかなと思います。アクセントクロスいっぱい使っております。このテレビをちょうど置いていただくスペースの背面もですね、これもう見た目本当タイルかなと思いの方も多いと思うんですが、実はこれもクロスです。実際のタイルを貼るとなると結構な金額かかってくると思うんですが、クロスであればですね、そこまでのコストアップにならずに印象を変えることもできるアイテムになってますのでね、お部屋のイメージをワンランクアップさせるにはいいアイテムかなと思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは続いてですね、この LDK の部分にありますキッチンの方、ご説明をさせていただきたいと思います。キッチンの方がですね、ダイニング、リビングとつながっているような形です。
対面式型のキッチンのスタイルにはなるんですが、一般的な対面式とちょっと今回は違うのが横スタイルという形ですね。家事をやられる方にとってみると配膳も非常に楽なので非常に多くなってきてるかなと思います。今回はこちらの間取りの特徴は家の中をこうぐるりと回遊ができるようになっている間取りになります。まず一つがですね、このキッチン、私が今立っておりますところをぐるっと一周ができる形の回遊の動線と、また後ほどご紹介しますがランドリールームの方からぐるりとまた一周ができるような間取りになっておりますので、家事をやられる方にとってみるとですね、後ろを実は通られると非常に作業している時って気になると思うんですが、実はここのキッチンの後ろの幅もですね、通常より60センチぐらい幅を広く設けておりますので、今回は家の中を回遊ができるというのをメインに考えている設計になりますので、こういった通路幅の余裕は共に設けてあるという形になります。またキッチン、今回は宝スタンダードさんのオフェリアというものをですね、使わさせていただいております。幅としては2メートル55センチという、これは一般的なあのサイズのシステムキッチンになります。高炉素材をね、ふんだんに利用しているということで、キッチンパネルの部分、あとはこういった引き出しの内部の部分、底板も高炉の素材でできているというのが非常に特徴です。マグネット系の備品であれば、下地が金属ですので、いろんな小物のアイテムも飾っていただくことができる商品になっておりますのでね、ぜひご自身に合う小物を選んでいただけると、使い勝手のいいキッチンになるかなと思います。またキッチンの蛇口もですね、今回こういったネック水栓といってですね、ちょっとカーブ式のものです。できるだけ触らずに操作ができるようにということで、タッチレス水栓タイプを採用しております。またシンクもですね、アクリル人造大理石というのを設けております。天板の人造大理石と一体成形、一切継ぎ目がありませんので、お手入れも非常に楽にできるキッチンというのを今回採用させていただいております。キッチンの背面にはですね、1メートル80センチのローボードタイプの食器棚を設けさせていただいております。通常上の吊り戸棚、女性の方だと使い勝手的に手が届かないという方も多いので、一番よく出るタイプにはなっております。また食器棚のこの引き出しの一部にですね、ゴミ箱、大型のボックスが入るように設計させていただいております。お客様から見えないようにですね、綺麗に収まっているスタイルになっております。でこれ以外でも収納が収まらないよっていうこともやっぱり非常によく言われます。今回はですね、実はダイニングの側面の部分にもですね、幅は1メートル60センチ分、畳1畳分弱になりますが、こういった可動棚収納というのを設けております。キッチン周り、食品のストックであるとか、近年ではやっぱりお子さんがダイニングで勉強する時代になってきております。これぐらいのサイズ感がある収納庫を設けられると、この LDK の空間が常に綺麗に保っていただくことができるかなと思いますので、ぜひリビングにこういったスペースのですね、収納スペースが設けられる設計ができるといいかなっていうふうに思います。では続きまして、水回りのご紹介をさせていただきます。まずユニットバスですね。今回利用しておりますユニットバスは宝スタンダードさんのリラクシアという商品を採用しております。広さはですね、畳でいう2畳分のユニットバスになっております。今回のユニットバスの特徴は、特にお手入れを気にしてということで、床が磁気タイルっていうのを今回採用しております。宝スタンダードさんで言いますと、キープクリーンフロアという非常に傷に強く、汚れがつきにくい、清掃性が非常にいいというですね、床を今回採用しているのが大きな特徴です。またですね、入り口扉はスライドドアですね、折れ戸、開き戸と比べるとやっぱ操作性が非常にいいということで、主流になってきているかなと思います。浴室内にはですね、浴室暖房乾燥機も設置しておりますので、もちろん衣類の乾燥、もしくはですね、ヒートショック対策ですかね、特にその温度差をできる限りなくしてヒートショック対策にもつなげていただけるには、浴室暖房乾燥機は非常にいい商品かなと思いますので、ぜひご検討してみてください。このお風呂のすぐ続いての横の部分になりますが、ランドリースペースになります。今回ですね、広さは4畳、非常に広いスペースです。こちらに洗濯機を置いていただくスペースになりまして、残りこちら約3畳分のスペースのところがですね、2メートル70センチ分の大型のユニットを組み込みました。お洗濯物もこのようにですね、ホスクリーンというのを上部に設けて、これも脱着できるようになっておりますが、ここが完全に言うと乾燥室です。洗濯が終わったらもうこのまま衣類をここで干していただくことができる。またどうしても湿気がこもりやすくなりますんで、換気扇の設備もですね、実は設けてあるようになっております。窓がないと真っ暗なスペースにどうしてもなりがちなので、この棚の上の上部の方にですね、実は横長のスリットの窓を設けておりますので、日中でもですね、多少明かりが入ってくるような形になりますので、最悪照明がついてなくてもお部屋の中も明るく照らしてもらえるような設計になっております。
ます。で実はここのランドリーからまたですね奥手に扉がございます。こちらがまた別のホール口になるんですが、こちらにですね洗面化粧台を今回配置させていただいてます。誰でも使っていただきやすい場所に設けております。こちらもタカラスタンダードさんのエリシオという商品を実は使っておりますが、天板はですねアイカさんのポストフォームカウンターというもので、実はこのカウンターの木目とかもいろんなタイプを選べるようになってます。ご自身のですねオリジナルの洗面化粧台を作りたいっていうケースはですね、意外とこのタカラスタンダードさん非常に作りやすい商品なで、ぜひご検討いただけるといいと思います。上部はですね三面鏡タイプになっておりますので、小物の収納ももちろんたっぷりとできるようにですねなっております。まあ間口も広い化粧台なので、引き出しもですね4つに分かれているタイプになりますので、ここだけでも収納力は結構あるのでいいかなというふうに思います。どうしてもあの暗さが目立ちやすいところなので、上部はですね横スリットの窓をはめ込んで、日中でもお日様が入りやすいようにですね設計の方はしております。洗面の隣のこちらの扉になりますが、こちらがですねトイレのスペースになります。広さは1畳分のサイズですね。こちらもトイレはタカラスタンダードさんのティモニの UT というですねロータンク式のトイレを採用しております。ティモニの特徴としてはですね便器がですね縁レスタイプという、非常にお手入れが楽というのがですね特徴になっております。またあの壁紙はですね今回グリーンのアクセントクロスにしております。まあ、こういった形でご自身の好きな色合いなんかをポイントで使っていただけるのもよろしいかなと思います。で実はここ今トイレ洗面化粧台、ランドリールーム、お風呂というのがですね、全部一直線の動線上に間取りが配置しております。家事をやられる方にとってみると、ここのストレートの動線がですね、非常に使いやすい動線になっているんではないかなと思います。で、冒頭にご説明しましたが、実は回遊ができるんですよということで、こちらの方に実はまだ繋がっておりまして、こちらが先ほどご紹介しましたキッチンのスペースですね。ということで実際キッチンからランドリーに入って洗面化粧台の方までぐるりとですね回遊ができる間取りというのがこちらの間取りの特徴になっております。皆さんに好評の間取りの一つになります。設計に取り入れていただくのもよろしいかなと思います。では続いてですね洋室の方をまたご紹介させていただきたいと思います。こちら洋室の入り口があるんですが、実はその手前にですね一箇所収納庫を設けております。こちらの収納庫も可動棚式にしておりますので、日用品のストックであるとか掃除道具なんかがこういったスペースにね、広さ的には畳でいう 0.5 畳分のスペースをちょっと収納庫として今回は設けております。では続いてですね一室こちらに設けております洋室をご紹介させていただきます。それでは最初にですねまずこちらの洋室からご紹介いたします。広さはですね 6.3 畳というスペースです。ここは主寝室の想定のお部屋になります。近年の傾向としては主寝室6畳というのがですね割と標準なサイズになってきているかなと思います。またこちらの収納のタイプはですねあえて壁面型クローゼットということで、ご主人様奥様等で分けて使っていただいてもいいですし、夏服冬服に分けて収納していただけるようにもなっております。また今回窓ですが、可愛らしいちょっと四角い窓を採用してあります。横滑り出し窓という窓ですね。大きさとしてはだいたい1メートル角ぐらいの大きさの、まあ、通常割と小さいタイプの四角い窓を流行ってるんですけれども、例えば外の景色が素晴らしい時にはこういった形のサッシも使ってみるのが面白いかなと思います。またこちらの洋室もですね1箇所だけアクセントクロスを採用しております。ベッド背面になるようなところをですね壁紙を描いていただく演出は非常に面白いかなと思います。では続いて次の洋室の方ですね、ご紹介していきたいと思います。まずこちらですね、ファミリークローゼットというスペースで、広さは 2.5 畳の広さを設けております。この隣にですね2つ扉がありますので、ちょっと開けてみたいと思います。こちらの洋室、まあ、2箇所入り口がそれぞれ設けておりますので、ちょっと奥手の方を見ていただきたいんですが、こちらが 4.3 畳の子供部屋のスペースになってきております。子供部屋の広さとしては決して広くないスペースにはなります。でちょっと見ていただくと分かるんですが、このお部屋実はあるものがありません。通常各お部屋にはクローゼットとかを設けるんですが、今回これ 4.3 畳の部屋しかありません。先ほどご紹介した 2.5 畳分のですねファミリークローゼットをですねお二人のお子さんが活用していただけるようなスペースとしてですね、あくまでこちらはベッドと勉強机しか置かない
ないという形で、収納はファミリークローゼットタイプというのでですね、兼ねております。広さは 4.3 畳ずつということで、実は今ここもオープンになっております。扉も2箇所ございましたので、区切りたいよと言われるともう壁を起こしてしまう、もしくは簡易でよろしければロールスクリーン等でですね、間仕切りを入れていただけると2室の分離型という形にも使っていただけますので、近年こういった子供部屋はやっぱり続き間形式っていうのが非常に今主流になっておりますので、ぜひ、まあ、この辺は完全に話したいという方も中にはお見えですので、この部分は設計の段階でですね、設計さんに相談していただいて進めていただけることをお勧めいたします。では最後にちょっとまたリビングの方に戻っていきたいと思います。本日のルームツアーいかがでしたでしょうか。今回のですね、ルームツアーは建物が 27.6 坪の 3LDK の依頼になります。特徴としましてはやはりですね、家の中が回遊ができるというのがですね、今回ご紹介したこちらの建物の一番の見どころポイントかなと思います。また近年ではですね、屋内干しができるスペースということで、ランドリールームをどうしても室内に設けたいよっていう方非常に多いです。今回のですね、こちらのルームツアーの方でも4畳の広さのですね、ランドリールーム設けてある設計になっております。非常に家事動線もですね、まとまってて使いやすい間取りになっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。また弊社平屋セレクトではですね、平屋の見ていただける、体感できるモデルハウスを展示しております。詳しくはですね、弊社平屋セレクトのホームページの方にですね、常にイベント情報等もアップさせていただいております。平屋に関しては間取りはどのようにでも作れると思います。ただ広さの体験だけは実物を見ていただかないと、ご自身に合うリアルのサイズっていうのがですね、なかなか決まらないかなと思いますので、ぜひですね、モデルハウス等に足を運んでいただいて、また家づくりはですね、いいところを真似してご自身の住まいづくりに取り入れていっていただけると、より良い住まいづくりができるかなと思いますので、ぜひ、皆さんまた弊社のモデルハウスの方にもお越しいただけましたら嬉しく思います。それでは本日のルームツアー以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。